はいどうもブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。世の中にはねいろんな人いますけど、時としてね人とは思えない残虐な行為を平気で行う、まあサイコパスって呼ばれるような人たちがね存在します。で、彼らの考えっていうか思考回路はね、我々普通の人には到底理解しえないものだったりしますよね。今回はね、そんなサイコパスと言っていいような人物についてちょっと紹介します。2000年の12月にポーランド南西部のブロツワフっていう町でバラバラ死体がね発見されたんですよ。で、この死体には拷問によってつけられた痛々しい傷っていうのが無数についていたんだそうです。で、警察の捜査はね大々的に行われましたが、これ1年経っても2年経っても全くね進展が見られず、犯人が捕まることってありませんでした。そして月日は流れて、やがて人々の記憶からもこの事件って消えていくことになります。ところがね、2003年になってさっきっていう殺す、気分の気って書いてさっきっていう推理小説が出版されると、これがね思わぬ事態を招くことになります。その小説の中で殺される人物の描写と例のね殺人事件の様子っていうのがねほとんど一致していたんだそうです。そもそもこの小説に警察が注目するきっかけになったのは、この殺気を読むようにと進めてきた匿名の電話があったんだそうです。警察に向かってこれ読んでみなよみたいな。警察は事件の内容は外部にはもちろん漏らしてません。で、犯人しか知り得ないような情報をねこの殺気っていう本の中にいくつも発見して、で、この著者こそが犯人であるとほぼ断定しました。でもここからがね問題です。問題が起きるんですよ。著者はさっきの内容を2000年のバラバラ死体事件に触発されて書いただけって主張してまして、要はそのバラバラ事件の話を聞いてそれにインスピレーションを受けて自分は書いただけだよっていう感じで、全部ね想像の産物だと言い切ったわけです。そこでね、警察は彼に対して嘘発見器を使って質問することをしました。しかしね、この機材使ってもね、疑わしい点っていうのは一つも出てこなかったんですよ。こうしてね、限りなくもう黒に近い白とされているこの著者、警察の監視を受けつつも一般人として、今も生きているわけ。逮捕されてないんですよ。で、警察側としては物的証拠が見つからないため、小説から割り出された状況証拠だけでは、なかなか逮捕まではいかなかったんですよね。でも実はねこの話にはまだ続きがありまして、で、その後もいろいろ捜査は続けられていって、で、裁判なども行われまして、2007年でしたかね、ポーランドの南西部のブラツワフ裁判所はこの著者に対してなんと殺人罪で禁錮25年の判決を下しました。最初はね状況証拠だけで逮捕には至らなかったんですけれども、検察側はね、この作家が自分の妻と性的関係を持った被害者の男性に対して屈辱を与えた上に拷問して、最終的には殺害したっていうふうに述べてます。本人は否定していましたが、やはりね、被告人しか知り得ないことを小説に書いていたし、何より被害者の男性を被告人は妻の浮気相手だと知っていた。これが大きかったと思います。でも一つ気になることがあります。警察がね、この小説を知るきっかけになったのは、先ほども言いましたが、匿名の電話なんですよ。で、この匿名の電話をよこした人物っていうのが一体誰だったのか、私個人的にですが、これ犯人自らがね、
挑戦状って言ったらいいのか、ちょっと言い方ふさわしくないかも思いますが、それでよこした電話だと思うんですよ。理由としては自分が犯した犯行を警察は立証できないだろうと自信持っていたんだと思います。そもそもね、わざわざ犯行内容を小説にしてバレるようにするなんて普通ならありえない。それをあえてやるっていうことは自分が逮捕されないっていうことに相当な自信をまあ持っていたと。で、ある意味警察に対する挑戦状みたいなものだったんじゃないでしょうかね。捕まえられるもんなら捕まえてみろと、立証できるもんだったら立証してみろという発想に至っているっていうことは、これまあ相当な、まあ、サイコパスですよね。もう精神状況が普通じゃ考えられない。まあ今回の話ね、皆さんいかがでしたか。世の中にはね、本当にね、いろんな考えの人がねいるもんですね。